います。二の腕、両手にはピーコック、クジャクの入れ墨があります。そして今回の来日ではヒゲを蓄えまして、また一段とエルダベイの世界王者の風格、貫禄というものが感じられます。チャンピオンのハリーレースは後がありません。後がなくなりますとチャンピオンとしてはどのようなですね、こう攻めに出てくるか予想できますか。そうですね、もう本人のですね、やっぱり得意技を出してくるでしょうね。まずこの2本目を取らなければいけないということですからね、はい、ですからね、そういうさっきみたいに持ち上げられたとこをかわしてね、ジャンボから何か仕掛けるというようにね、とりあえずあともう1本取ればいいんですからね。そのあと1本が馬場さん、やはり2回その NBA の世界最高峰に輝いた馬場さんも長かったんでしょうね。まあ、そうですね、まあ、それからあと1本というところはね、この、放送席ゲストで迎えましたダイアント馬場選手はプロレスラーになって14年間死に物狂いで追いかけてきた世界最高峰の座を、ジャック・クリスポを破って昭和49年に達成しています。そして昨年の10月にはこのリング上のハリレースを破って第55代としてもNBA世界最高峰に君臨しています、ジャイアント馬場選手であります。スリーパーホールドに入りました。チャンピオンのハリーレース、腕にはクジャクと、そして、ワシの入れ墨があります。チャンピオンのこのハリーレースの呼吸を見ていますと、一時のですね、始まったばかりの乱れていた呼吸からちょっと落ち着いてまいりましたね。そうです、もう汗が出てね、できてね、体調が良くなったみたいなね。2本目です。 NWS 界ヘビー級タイトルマッチ、まあ、キャリアのですね、浅いものがこのリング上に上がって世界チャンピオンとですね、睨まれるとちょっとこう身振りするというようなことも聞かれるんですけども、そこに行きますとジャンプするとはもうそんなことありませんよね。もうそういう点ではね、もう